はい、えー、速火塾の久保です。あの、稼ぎ方の中に、覆面調査員っていうのがあるんですよ。これは、お客様や問い合わせスタッフとしてですね、ま、ある特定の会社とか、団体とか、法人の方に、お問い合わせをしたり、それから、何がしらね、商品を品定めしたり、実際に買ってみたり、食べてみたりとかして、その感想を、 まあ特定のお、そういった調査員の元締めというところにね、送るわけなんですけどもね、そうすると調査してくださってありがとうということで報酬がもらえます。で、今回は株式会社 RJC リサーチさんの、えっ、ー、と、メディア F っていうところですね。メディ、メディフ、メディフっていうね、有名な覆面調査の仕事の会社からメールが来たんですけども、私のところにはこういうふうにね、よく来るんですよ。で、あんまりやることはないんですけども、えっ、ー、と、例えば今回はね、あの、 郵便局とかゆうちょ銀行の窓口調査なんで、窓口に行って、あの、演技をしていただいてね、仕事として。で、その感想を送ってくださいということになります。えだいたい調査時間は9時から15時ということなんですけども、この間に行っていただくと。で、実施期間が6月30日まで。で、報酬は3000円です。で、持っていくものは、調査員の保険証ということになりますね。で、詳しいことは、この応募 URL から、 お申し込みいただいて、応募 URL を押すとね、こういうふうな形に変わりますんで。応募の URL から、該当の地区、自分が行けそうな地区がありましたら、そこを申し込んでってことになりますけどもね。詳細は、あの、この会社から連絡が来ますんで、それで聞いてください。で、こういうふうになります。郵便局、払い込み調査です。郵便局で送金について問い合わせをします。実際の送金ありません。ですから、郵便局に行って、いろいろと問い合わせをしていただくと。 問い合わせの台本は用意してくれますんで、それをね、えー、お客様に成り代わってやっていただくということになります。で、その結果、窓口の対応はどうだったのかなってことを送り返すわけですよね。で、調査エリアがここに出てますんで、こちらの方ね。はい、応募 URL はこちらです。こんな感じになってます。ね、よろしいでしょうか。ということで、今回ね、二つ仕事が来てますね。もう一回おさらいしましょうか。えー、まずは、 ゆうちょ、払い込み調査。で、報酬が3000円。次、郵便局、払い込み調査。なんか、同じような、似てるような感じですよね。こっちも3000円です。まあ、気になった方がいたら、あ,あ、3番もあるな。講座解説調査ですね。こちらの方も、該当の地区はここに出てますんで、報酬3000円で、えー、やれる方はやってみてください。応募の URL はこちらです。こういう風に出てますね。はい。えー、関市、秋田市とかありますね。 で、沖縄まであります。はい、お問い合わせ先もこういう風に出てますんで、よろしくお願いします。それでは下の方にね、この本文をバーッとコピーペーストして貼っときましょうか。じゃあ、あのー、このね、定期的な、この RJC リサーチさんから、まあ、メールで情報が欲しいよって方は、 ま、独自に申し込んでいただいて、もう私がね、こうやって紹介するまでもなく、ご自身のメールアドレスにどんどん届きますんで、お仕事が。気に入ったのをやってみてください。ということになります。以上です。